そういえば、いつの間に書いたあいつを紹介してなかったので、紹介しておきます。お前に。経緯を聞かせて。拙者は教師近くで生まれ申した。かつて、行き違いにより、ある者と結婚いたすことになったは我が不運、そして結婚当日、持参という失態を犯したもこれまた不運、結婚にて勝利を収めるも、大衆ゆかりの者収まらず、持参をこれ不正ありと憤り、意趣返しにたけるその者から逃れ町を追われることとなったもこれまた不運。とえ。恋小次郎と喧嘩するだろうなと思ったら意外と剣之助と喧嘩してます。親父殿、とうとう長崎ば攻めるとですか。おや、雄三寺を潰しに行くぞ。ぎょい。まだいるのか。
ているか。よし、取ったー。やんな、落ちぶれゆくクソ侍どもとその往生に乾杯。お、バレてるね。おう、よくぞ聞いてくれました旦那。これにゃあ深いわけがあるのさ。よし、酒持ってきな。この五右衛門様の身の上話、とくと語ってみせやしょう。俺は町人の出でね、ここ鹿児島の長屋でずっと暮らして、20年もずっと正家ででっち働きしてよ、重い荷をひいひい運んで夜族に襲われたり、そりゃあもういろいろこき使われたもんさ。だが俺は、かかあたちのため、頑張っててよ。その時だ。いて世の中しっちゃかめっちゃかになっちまった。の領主ってのがこれまた、はたれもあお二歳の大バカ野郎でな、ある日、担いでたらそいつらの行列と勝ち合った。俺たちは道を譲ったが、筆礼はできねえ、担いだ荷が落ちちまうからな。そらあの野郎、ブルバン、切り面だとかほざきやがるじゃねえか。帯に脇差しを忍ばせてたから助かったが、他はみんなやられちまった。さがら逃げてきて、流れて今ここで飲んだくれてるのさ。死にがあいつらを根絶やしにしてくれますように。てな、せなことに、お礼符をちょいと拝借するのが達者のようでな。そいつで今まで食いつないでたが、お金もいよいよ少なくなってきちまった。あ。行くかい？お前で胸張れる男になれるぞ。あら、ほらい。う、さなあ。に引っ立てられて首と胴が分かれるよ。やあ、もしかもわかんねえな。よし、また、迂回させないぜ旦那。脇差し、こいつにゃあちょいと自信があんだ。侍のご大層な鎧だって穴開けて、腐った腸からその血を絞り出すこともできるぜ。とと、こいつは物騒だったかな。すまんね、育ちがそんなによろしくないもんでね。よろしくな、うちじゃ気仙なしだ。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。